どうもイジです。今回は絶対に1枚持っておけ、おすすめのデビットカード12選といったテーマでお話ししていきます。まずは本動画のまとめとしてはこうなっています。こちらを深掘りして丁寧に分かりやすく解説していきます。この動画を見ればデビットカードの本質を知ることができて、初級者から上級者までクレジットカードの代わりに1枚持っておくと便利なデビットカードを知ることができます。1枚持っておく理由、まずはクレジットカード初心者から上級者になぜデビットカードを絶対に1枚持っておけと断言できるかをお話しいたします。結論から言うと、経済危機のため1枚は持っておいてほしいです。というのは、米国で起きたサブプライムローン問題にあります。サブプライムローンを分かりやすく言うと、お金がない、信用力がない人に住宅は価格が上がるという想定のもと大量にお金を貸し付けて、その貸し付けを証券化して世界中の投資家に販売したんだけど、住宅ローンの延滞率が上昇し、最終的には金融機関が資金を回収できなくなって破綻したというのがサブプライムローン問題です。この時にカード情勢に起こったことは2つあります。1つ目、カード発行会社イシュアは一斉に個人のショッピング、キャッシング限度額を低く設定しました。2つ目、消費者銀行口座内で確実に堅実に支払うため国際デビットカードを発行しました。実際に海外ではサブプライムローン問題が原因で破綻したリーマンブラザーズ、いわゆるリーマンショックがあった2008年には取扱い高でデビットカードがクレジットカードを上回っています。つまり何が言いたいかというと、デビットカードは日本において今後もし何かしらの経済危機があった場合、クレジットカードの限度額が低くなって使えなくなる可能性がありますと。なので保険として1枚持っておいた方が得策ですよと、失敗はしませんよという意味になります。またデビットカードはクレジットカードの審査に応じてどうしてもカードが欲しいと一身上の都合上を持つ必要があるという方は発行しても問題ございません。幸い年会費も無料なデビットカードもありますので、保有するだけなら損はしません。ちなみに余談として、海外ではデビットカードを小切手の代替する決済手段としてのイメージがあるため、チェックカードとも呼ばれています。続いてはデビットカードの機能です。こちらはデビットカードの基本機能と種類、メリットやデメリット、比較など3つに分けてお話ししていきます。説明、カードの基本機能、大きく分類するとこうなります。代金支払い機能の中に前払いのプリペイド、即時払いのデビット、後払いのクレジット、ポストペイがあります。今回は利用と決済を同時に済ます即時払いのデビットを紹介していきます。2つ目、デビットカードの種類、主に2つあります。1つ目、 J デビット、デビットカードとキャッシュカードを1枚で使えるカードです。銀行キャッシュカードの標準仕様です。2つ目、国際デビットカード、ビザやマスターカードなどの国際ブランドを付したカードです。この2つの違いとしてはこうなります。発行形態や利用方法、利用可能時間、利用休止時間が違います。最も違うところは独自のネットワークです。 J デビットはアクセプタンスを持つ日本独自のサービスです。海外では使えません。つまり国際デビットカードとの互換性はありません。本動画におけるデビットカードは国際ブランドにおけるデビットカードを指すこととします。3つ目、クレジットカードとデビットカードの比較、メリット、デメリット、違いは8つあります。まずはペイメントカードの種類として、即時決済型と一般型を見ていきます。この表ではブランドとアクセプタンスステッカーを重点的に見ていきましょう。ビザエレクトロンはビザが提供するデビットカードの商品を指します。プラスのマークがある ATM でキャッシングができます。マエストロはマスターカードが提供しているデビットカードの商品、シーラスのマークが入っている ATM で現金を引き出します。どちらもこの2つの国際ブランドから派生した独自ブランドマークです。これ以外は販売承認を取引ごとにイシュアーが承認判定する処理のオーソリゼーション、オーソリや SMS 経由で送受信されるシングルメッセージ、ベース1ベース2経由で送信されるデュアルメッセージ、売上生産のクリアリングなどがありますが割愛いたします。先ほどの表に戻って順番に見ていきましょう。1つ目、予診、デビットカードは初期予診、スクリーニング、入会審査がなく発行できます。反対にクレカは審査があります。2つ目、引き落とし、デビットカードは金融機関口座の残高を確認し、利用金額を残高から即引き落とす即時振り替え方式です。基本的に金融機関、銀行口座の残高、利用限度額となります。使いすぎる心配はありません。しかし残高不足になると決済ができません。クレカはマンスリークリア方式、一括払いの場合、利用日から約25日から60日後に銀行口座から利用代金が引き落とされます。3つ目、借り入れ、デビットカードは分割払い、リボ払い、キャッシング枠の利用はできません。クレカは利用できます。4つ目、追加カード、基本的にデビットはなく、クレカは追加カードの発行ができます。5つ目、還元、デビットは少なく、クレカはデビットに比べて多い印象です。6つ目、保証、デビットは一部に付帯していますが、クレカはほとんどのカードに付帯しています。7つ目、申し込み年齢、デビットは15歳以上から、クレカは主に18歳以上からとなります。またデビットカードは国際ブランドを付したクレジットカードやプリペイドカードと同様に共通のアクセプタンスルールに基づき運用されています。この章をまとめると、デビットカードは国際ブランドを付した審査がない即時払い専門のカードで、残高不足や還元率の低さ、
借り入れができないところがデメリットですが、管理が楽で使いすぎる心配なくて、高校生からでもカードを発行できる点がメリットです。以上のことを踏まえて、おすすめのデビットカード12選をご紹介していきます。1つ目、トランスファーワイズデビットカード。結論から言うと、海外勤務や出張、留学、旅行をする方におすすめです。本カードはエストニア発海外送金サービスのトランスファーワイズが発行するデビットカードです。特徴は3つです。1つ目、両替手数料、日本円から米ドルなら 0.6%、 最安で 0.45% 程度の格安な手数料で通貨両替ができます。2つ目、タッチ決済、マスターカードコンタクトレス決済に対応しています。3つ目、ボーダーレス口座、合計55以上の世界各国の通貨を1つのアカウントで管理保有することができます。まとめると、トランスファーワイズデビットカードは両替手数料や複数の通貨を保持管理できるおすすめのデビットカードです。2つ目、楽天銀行デビットカード。結論から言うと、楽天ユーザーにおすすめです。楽天銀行が発行しています。3つに分けます。1つ目、国際ブランド、ビザ、マスターカード、 JCB の3つから選べます。2つ目、還元率 1.0% です。100円利用につき1ポイント貯まります。公共料金決済でも 1.0% 還元です。3つ目、楽天ハッピープログラム、 ATM 手数料が最大で7回無料になったり、楽天ポイント獲得倍率が3倍にアップします。その他、盗難保険も付帯しています。まとめると、楽天銀行デビットカードは還元率が 1.0% つく楽天ユーザーにおすすめのデビットカードです。3つ目、三菱 UFJ ビザデビット。結論から言うと、三菱 UFJ 銀行口座を保有している方におすすめです。メガバンクとして初の発行となるビザデビットカードになります。特徴は3つです。1つ目、対応アプリ MUFG ウォレットや Google Pay、 スマートウォッチのガーミンペイに対応しています。2つ目、店舗数、 ATM の数も非常に多いです。3つ目、キャッシュバック、1000円利用につき2円分、還元率は 0.2% の自動キャッシュバックがされます。ポイント交換の手間が省けるので使い勝手が良いです。まとめると、三菱 UFJ ビザデビットは自動キャッシュバックで店舗数が多い、そして様々なアプリに対応しているところが特徴の三菱 UFJ 銀行口座保有の方におすすめのデビットカードです。4つ目、未来のデビット、住信 SBI ネット証券が発行している還元率が良いデビットカードです。3つに分けると、1つ目、キャッシュバック率、1000円決済につき8ポイントもらえます。還元率は 0.8% です。2つ目、スマプロポイント、カードや銀行サービスを利用すればするほどお得になります。貯まったポイントは現金または JAL マイルに交換することができます。3つ目、タッチ決済、サインや暗証番号は不要、シンプルかつスピーディーに支払いができます。まとめると、未来のデビットは還元率が 0.8%、 タッチ決済機能ありのおすすめのデビットカードです。5つ目、イオン銀行キャッシュデビット、イオン銀行が発行しています。イオンヘビーユーザーならぬイオラーにおすすめです。3つに分けます。1つ目、還元率、和音決済で最大 1.0% を実現します。さらに20日30日で 5% オフ、イオンシネマでも300円割引になります。2つ目、金利、プラチナステージに上がると普通預金適用金利が年 0.15% まで上がります。3つ目、振込手数料、さらにプラチナステージだと他行宛振込手数料や ATM 出金手数料が最大月5回まで無料になります。まとめると、イオン銀行キャッシュデビットは還元率や銀行サービスが充実しているおすすめのデビットカードです。6つ目、ソニーバンクウォレット、ソニー銀行が発行しているデビットカードです。自社ストア決済でお得になります。3つに分けると、1つ目、ポイント還元率、驚愕の最大 2.0% になります。ポイントは自動で口座にキャッシュバックされます。2つ目、ソニーストア、さらに本ストアで商品購入時に 3% オフになります。ゲーム本体やカメラの購入もお得になります。3つ目、通貨、使える外貨は10通貨で、ソニー銀行で貯めた外貨を海外でそのまま使えます。まとめると、ソニーバンクウォレットは最大で 2.0% 還元のキャッシュバックを受けることができるおすすめのデビットカードです。7つ目、 GMO 青空ネット銀行デビットカード、青空銀行と GMO が集結して作ったデビットカードです。不正利用に強いところが特徴的です。特色は3つです。1つ目、キャッシュバック、最大 1.5% を実現します。2つ目、不正利用、年間100万円までの保証がありますので安心して使えます。3つ目、手数料、ゆうちょ ATM での入出金手数料は無料です。まとめると、 GMO 青空ネット銀行デビットカードはキャッシュバックと不正利用対策に強いおすすめのデビットカードです。8つ目、フィナンシャルパスビザデビットカード、駿河銀行発行のデビットカードです。 ANA マイラーにおすすめします。特徴は3つです。1つ目、3拍子ビザデビット機能プラス ANA マイル機能プラス銀行キャッシュカード機能の3つが揃っています。2つ目、マイル、最高で年間8000マイルが貯まります。3つ目、旅行保険、海外旅行障害保険が最大500万円の自動付帯、国内は最高500万円の利用付帯、さらに旅行キャンセルのお見舞い金が最高5万円付帯します。まとめると、フィナンシャルパスビザデビットカードはデビットプラスマイルプラスキャッシュカードの機能、旅行保険付帯のおすすめのデビットカードです。9つ目、セブン銀行デビット付きキャッシュカード JCB、セブン銀行発
行のデビットカードです。セブンイレブンをよく利用する方におすすめです。特徴は3つです。1つ目ポイント、200円決済で1ポイント、 0.5% の75ポイントが貯まります。2つ目特定店舗、さらにそごうやセーブ、セブンイレブン決済で 1.0% のポイントが貯まります。3つ目国際ブランド、信頼と実績のある国際ブランドの JCB が付いています。まとめるとセブン銀行デビット付きキャッシュカードは対象店舗で最高 1.0% のポイントが貯まるおすすめのデビットカードです。10個目ジャパンネット銀行デビットカード、ジャパンネット銀行が発行しているデビットカードです。保証が充実しています。3つに分けると、1つ目キャンペーン、カード契約後2ヶ月以内ビザデビット3回の利用で1000円キャッシュバックされます。2つ目非接触決済、ビザのタッチ決済が搭載しています。3つ目不正利用保証、年間500万円の第三者不正使用保険が付帯します。まとめるとジャパンネット銀行デビットカードはキャンペーンや不正利用保証が充実しているおすすめのデビットカードです。11個目 au 自分銀行スマホデビット、 au 自分銀行が提供するネット専用バーチャルデビットカードです。リアルカードがないため郵送を待つ必要がないところが特徴的です。3つに分けると、1つ目スピード発行、スマホアプリ上に最短30秒でデジタルカードを発行できます。2つ目イベント、毎月3回最大5万円獲得できるイベントがあります。3つ目クイックペイプラス、クイックペイ対応加盟店で決済できます。まとめると au 自分銀行スマホデビットはバーチャルデビットカードですぐに支払いができるおすすめのデビットカードです。12個目みんなの銀行デビットカード、みんなの銀行と JCB が提供する口座開設と同時に無料で発行できるバーチャルデビットカードです。2021年5月下旬に提供開始ですが、先取りしてご紹介します。1つ目デザイン、モダンなデザインを採用してシンプルで分かりやすい設計です。2つ目キャッシュバック、決済時に 0.2% が口座にキャッシュバックされます。3つ目国際ブランド、国産の JCB です。まとめるとみんなの銀行デビットカードはスマホ完結型の 0.2% 還元対象のバーチャルデビットカードです。まとめ以上、デビットカードを12選まとめるとこうなります。デビットカードはクレジットカードに比べて使いすぎる心配なし、審査なしで発行できる、さらに即時引き落としなのでお金の管理が簡単にできるというところがメリットです。ぜひこの機会に1枚発行してみてください。以上おすすめのデビットカード12選といったテーマでお話しいたしました。はい、この動画が参考になった、役に立ったと思った方は高評価ボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。私一は Twitter、Instagram もやっておりますので、もしよろしければフォローしてください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。